レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。バザルト蝶か、面白さ。私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。ほんと相手の気持ちを考え、うんうん、男の風上にも置けねえやつだな。ツッコミはしないから。まあまあ、それで今回はどんなパーツなのかな。あれじゃ、可愛さが上がりました。まったく親バカというかマスターバカなんだから。アバターコーディネートができるようになりました。これでいろんなおしゃれができます。よかったねレイちゃん。レイちゃんに似合いそうな衣装を作ってみよう。いいですね、私もお手伝いします。記憶の方はどうなのかしら。何か新しいことを思い出した？SBC フリューゲルは普段は見えますが、まだパーツが必要みたいね。この内容だけだとまだよくわからないわ。まずはアバシスのパーツの情報から探さないとな。嫌な感じがします。嫌な感じ？あっちからします。行ってみましょう。こういう感じは放っておいちゃダメなの。レイちゃんを一人で行かせるわけにはいかないわ。
おめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。ごめん。でもみんなが先に死んじゃって。なんだよ、俺たちのせいかよ。そういうわけでは。ムカつくやつだな、てめえは。全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なーに、所詮アバターだろ、恥ずかしくないって。なあ、ここで全裸になったらあっという間に GGO 一の有名人だ。うわ、最悪、完全にいじめじゃない。いけないことです、注意してきます。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずは運営に連絡した方がいいわ。そうです、さすが私のマスターです。あんたはお人よしすぎなの。大して強くもないのに自分よ。クレハ君の言う通りだ。正義、いや自分の主張を通すには力が必要だよ。いつきさん、まあここは僕に任せておいてよ。やあ君、久しぶりだね。俺ですか。あなたは五木さんと。そうだよ、君の友達の五木さ、親友って呼んでくれてもいいよ。ええ、やあ五木さんよ、こいつは今俺たちと話をしているんだ。ああ悪いね、じゃあ彼を借りていくよ。おい、喧嘩売ってんのかてめえは。ああ、いくらでも買うよ。だけどつまらない戦いはごめんだね。僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら殺しちゃうよ。なんてね。あったよ、さっさとそいつを連れて行けよ。ありがとう。それじゃあ君。はい。ありがとうございました。見ず知らずの俺を助けてくれて。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。害虫どもは駆除しておくから。すみません、本当にありがとうございます。駆除ってどうするんですか？さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に通報すれば厳重注意、余罪が出ればアカウント。そういうわけでパイソンくん。かしこまりました、速やかに処理しておきます。ありがとうございます、いつき。僕が好きでやったことさ、君たちが礼を言うことではないよ。それより君たち時間はあるかい？よかったら僕のホームに。よかった、じゃあ僕についてき。やあこそ、ここが僕のホームさ。お帰りなさい、五木さん。お客さんですか、五木さん。お茶用意しましょうか。ありがとう、僕の友達だからもてなしは自分でやるよ。君たちは奥のテーブルへどうぞ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい？君の言う通りだよ。腕はかなりいいけど、性格は難ありなのが多いかな。あんたはまだ知らないだろうけど、イツキさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でもベスト5に入る強さで、トッププレイヤーでなければ加入できないって話もあるくらいよ。我々のスコードロンにそういったルールはありませんよ。全てはリーダーのイツキさん次第ですから。申し遅れました、私はパイソンと申します。以後お見知りおきを。彼はアルファルドの実質的なまとめ役さ。僕は大抵フラフラ遊んでいるからね。ご冗談を、みんな五木さんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいのですが、
そうなんですか。いつきさんって強いし頭もいいし人望があるのも納得ですね。クレハさん、あなたは人を見る目がありますね。人望ね、なんかうさんくさいな。みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、何より強くなりたい。不思議だね。おかしいですか？こういうのって普通か。その定義が何なのかによるけど、うん、ジジオーにおいてそれらの願望は、そうですよ、他にも銃を使ってみたかったりと。なるほどね。つまり誰もが何かしら求めるものがこの広大で無限の可能性を我ながらかなり。ちなみに君たちが GGO に来た理由は？私はもともとゲームが好きで、玩芸にも興味があったから。もちろんやるからにはトップを目指しますけど。大した理由はない。退屈を君はどうなんだい？私が誘ったから来たんだものね。特に理由はないんじゃない？君たちはリアルでの知り合いなのか。じゃあ GGO を続けているのはただの付き合い？じゃあ君が GGO、 君はもしかすると普通、いや、どんな答えでもその人が考えたものだ。誰も、そうだ、君が答えを出す過程も見てみたいな。これは僕の勘だけど、君は将来何かとんでもないことを成し遂げそうな予感がするんだよね。まああくまで勘なんだけど。だからどうかな。もちろんクレハ君も一緒に来てくれて構わない。イツキさん、初心者のスコードロン入りというのはいかがでしょう？他のメンバーの士気に関わります。高レベルプレイヤーしか加入できないなんて規則を僕は作った覚えがないんだけど。どうしますかマスター？了解。無理強いをする気はないよ。なら決まりだ。僕が君のパーティーに入るよ。そうと決まれば早速フレンド登録をしよう。待ってください。いつきさんが初心者のパーティーに入るなんて仲間たちは納得しませんよ。それをうまくまとめるのがパイソン君の役割だろう。スコードロンの運営は任せた。僕はしばらくこの人たちと遊ぶよ。よろしくお願いします、いつき。嘘でしょ？外に出るときは絶対に声をかけてくれよ。